今回ご紹介するのは女優の中谷美紀さん。1976年1月12日生まれ。出身、東京都。身長、160センチ。1991年、テレビ朝日系バラエティ番組、桜っ子クラブ内のコーナー。隣のまぶこちゃん大賞をきっかけに、キーウエストクラブを結成し、女性アイドルグループ、桜っ子クラブ桜組の一員として活動しました。1993年にソロシングル、 あなたがわからないを発売。1993年、テレビドラマ、一つ屋根の下で女優デビュー。その後は多くのテレビドラマや映画、さらに日本石油の CM 出演で知られるようになります。1996年、坂本隆一のプロデュースによるシングル CD をリリースし、事実上の1枚目として歌手活動を再開。 翌年3月には、中谷美紀ウィズ、坂本隆一名義で発売した、砂の果実が、初のオリコンシングルチャートトップ10入りとなり、33万枚を売り上げました。1998年と、1999年に、ホラー映画のリング、リング2の鷹の舞役で話題となり、1999年、自身初の主演テレビドラマ、継続が放送されます。以降、三吹市伝、約30の嘘、ゼロの焦点などに出演。 2005年には映画、連写男に出演しヒロイン、エルメス役を演じました。この映画の原作となった小説、連写男には、エルメスは中谷美紀に似ているという記述があることにより、実写化においても本人がエルメス役を演じることになりました。彼女の出演作品でも珍しい、純愛ものといえる本作は、当初の予想を上回るロングヒットとなります。2007年、前年の主演映画、 嫌われ松子の一生の演技が評価され、第30回日本アカデミー賞で最優秀支援女優賞を受賞。2018年11月26日、ドイツ出身でウィーン国立歌劇場管弦楽団とウィーンフィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるキロフェヒナーと国際結婚したことを明らかにしました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。